皆様こんにちは。サイエンスベーストターゲットフォーウォーター、水に関する科学的根拠に基づく目標設定のセッションにお越しいただきありがとうございます。本日進行を務めます CDP ワールドワイドジャパンの榎木堀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。セッションを始めるにあたって、このサイエンスベーストターゲット SBT、そして SBT を促進する SBT ネットワークについて簡単にご説明いたします。今世界中でさまざまな環境課題によって企業や自治体の活動が制約を受けています。その影響を確実に低減するためには、適切な目標設定を行い、それに向かってアクションを取ることが必要です。最新の科学に基づいた根拠のある目標設定をサポートするのが SBT ネットワークです。SBT ネットワークはご覧の45の NGO のネットワークで構成されており、CDP はこの一つです。このような多くの団体が関与することで、それぞれの知見を持ち寄り、さまざまなステークホルダーの取り組みを整合させることができます。また SBT の重要性を投資家や各国政府に広めるのにも役立つと考えております。 SBT ネットワークが取り組んでいる分野は、気候変動、水セキュリティ、生物多様性、土地利用、海洋の5つの分野にわたります。本日はこの中で水セキュリティの分野を取り上げます。そもそも SBT、 科学的根拠に基づく目標とは何でしょうか。それは測定可能で、実行が可能で、そして期限を定めている目標であり、現在利用可能な最善の科学に基づくものと定義しております。これにより目標設定者は、地球の限界と社会の持続可能な目標に沿うことができると考えています。この考え方を水の分野に当てはめると、自社やバリューチェーンにおける水利用を最新の水文学に整合し、持続可能な淡水の質と量の敷地に収まるような目標を設定するということになります。この SBT for Water は今年初めからパイロットで目標設定の取り組みが開始となりました。このパイロットには多くの応募企業から選ばれたサントリー、ゼネラルミルズ、P&G の3社が参加いただいております。本セッションではサントリー様にご参加いただき、このパイロットでの取り組みをお話しいただきます。この SBT 設定には5つのステップがあると考えています。このステップについて少しご紹介いたします。ステップ1は分析・評価です。自社のどのような活動が水に影響を及ぼしているのか、自社の事業とバリューチェーンも含めて分析・評価します。また、その分析・評価が事業内容や事業の優先順位によってどう変化するかを見極めます。ステップ2は理解・優先順位付けの段階です。ステップ1の結果を理解して、行動を起こすべき重要な課題や所在について優先順位付けを行います。このステップでは、すべての場所において目標設定をすることは考えなくても構いません。自然状態の評価、そして自社が及ぼす影響の大きさを考慮して決定します。サントリーさんはこのステップ2あたりまでパイロットプロジェクトで完了されていらっしゃいますので、後ほどお話を伺いたいと思います。ステップ3は、計測、設定、開示の段階です。ステップ2で優先順位を高く設定した場所について、取水地域の流域を考慮しながら固有の目標を設定します。目標設定のための望ましい指標は何か、その指標に対してどういう目標にすればよいのか、また関連するステークホルダーとの連携などを検討します。そしてステップ4の行動、
ステップ5の追跡と続きます。設定した目標に沿って悪影響が発生しないようにする、影響を最小化する、影響があった場合にはそれを復元する、そして根本的な問題の解決に取り組むことが求められます。これには自社だけではなくバリューチェーンのさまざまなパートナーと共同する必要があるでしょう。そしてその進捗をモニタリングして必要に応じて対応策を検討します。これら各ステップの考え方についてはガイダンスが昨年9月に発表されております。そして来年の初めには水に関するこれらのステップに沿った目標設定の方法論と各種ツールが発表されますので、ぜひ注目してご覧いただければと思います。それでは本日パイロット参加のお話をいただくサントリーホールディングスの瀬田様をご紹介したいと思います。瀬田様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたサントリーホールディングスの瀬田と申します。それでは本日の資料を共有させていただきます。本日はこのようなセッションの機会を頂戴し大変光栄でございます。私はサントリーホールディングスにて水のサステナビリティのグローバルアジェンダを担当し、サントリーでの SBTW の推進責任者を務めております。まずはじめにサントリーの企業紹介と水の取り組み方針をご紹介いたします。私たちサントリーグループは1899年に日本で創業いたしました。現在は日本の東京に本社を置き、グループ会社は世界に303、従業員数は4万人を超えるグローバル企業へと成長いたしました。サントリーグループは飲料、プレミアムスピリッツ、ビール、ワイン、ウェルネス製品などのユニークで多様なポートフォリオを世界中で製造・販売する消費財のグローバルリーダーです。私たちの歴史は水と深く結びついています。創業者の鳥居慎次郎は、ウイスキー作りに適した品質の良い水源を求め、1923年に京都の山崎に日本初の蒸留所を建設しました。それ以来、現在に至るまで、私たちは多くの良質な商品をお届けし、その水源を守り続けてまいりました。慎次郎は世界のあらゆる場所で人と自然と響き合う社会を作ることを使命としていました。私たちはその使命を果たすため、英語で Living with Water を意味する水と生きるを社会と約束し、より良い自然環境や社会に向けて共に成長するため Growing for Good をビジョンに掲げています。 Good の実現に向け、水のサステナビリティは私たちにとって最も大切な取り組みでございます。水のサステナビリティの実現に向けて、サントリーグループはサステナブルウォーターフィロソフィーを掲げています。私たちは科学的なアプローチを通じた自然界の水循環の理解を最も重視し、すべての活動の基本としています。サステナブルウォーターフィロソフィーに沿って、私たちはバリューチェーンのすべてを視野に2050年ビジョンの実現を目指し、そのマイルストーンである2030年目標の達成に向けて取り組みを進めております。私たちが SBTW のパイロットスタディに参加した理由は、2050年ビジョンに向けた取り組みをより加速させるためです。従来から私たちが取り組んできた科学的アプローチに SBT のメソドロジーを融合し、推進力を高めたいと考えております。以上が当社の企業紹介となります。ありがとうございます。水と生きる、水と密接に関係し、これまで大切に扱ってこられたサントリーさんがどのようにこの SBT for Water に取り組まれてきているのか、早速ですが伺ってまいりたいと思います。まずはステップ1、分析評価ではどのようなことをされてきたのでしょうか。はい、ステップ1では事業活動の水利用について、自然状態に及ぼす影響と
依存関係にある生態系サービスを特定し、バリューチェーン全体でマテリアリティを評価することを目的としています。バリューチェーンは3つのカテゴリーに分けて評価を行っております。企業が所有管理するすべての事業活動であるダイレクトオペレーション、サプライチェーンにあたるアップストリーム、お客様の購買、使用、最終処分に至るまでのダウンストリームとなります。当社はダイレクトオペレーションとして自社の工場を47拠点、アップストリームとしては原料農作物の産地を推定して63の場所をリストアップいたしました。ダウンストリームについてはマテリアリティに関するデータが存在しないため評価の対象外としました。アップストリームでは淡水の生態系利用、水使用量、水の汚染物質を重要課題領域と特定し、それぞれ中程度の重要度があることが明らかになりました。一方、ダイレクトオペレーションでは、重要課題領域として水使用量が非常に高い、水の汚染物質が高いマテリアリティであることを特定しました。さらにアップストリームでは、主要な原料品目ごとに自然状態に及ぼす影響と依存関係にある生態系サービスを特定し、項目ごとにマテリアリティを明らかにしました。例えば、原料品目によって灌漑型の農業なのか、雨水量の農業なのか、水量の状況は異なりますので、マテリアリティやの種類やレベルが異なってきます。ステップ1では、マテリアリティを明らかにすることで、SBT の取り組みを通じて何を目指すのか、自社の活動の目的を明らかにすることが非常に重要になります。ありがとうございます。ステップ1ではもう自社の事業所43箇所だけでなく、バリューチェーンの上流の63箇所も考慮されたということで、それだけの箇所を考慮に入れるだけでもかなり大変な作業かと思うんですけれども、その中での優先順位をつけるのがステップ2になりますね。そこではどのようなことをされてきたのでしょうか。はい、ステップ2ではですね、ステップ1でリスト化した拠点の中から SBT の取り組みを行う優先的な拠点を決定することが目的でございました。優先化は2つの観点から評価を行います。1つ目は拠点のある場所のですね、自然状態の評価、もう1つは事業活動が事業活動が自然状態に及ぼす評価の影響の中で影響の評価でございまして、 SBT のメソトロジーではコントリビューション・トゥ・トータル・インパクト・オブ・ザ・カンパニーと呼ばれています。自然状態は具体的にはウォーター・アベラビリティ、ウォーター・クオリティ、フレッシュ・ウォーター・エコシステムの3つの状態を評価いたします。評価はワールド・リソース・インスティチュートのアキダクトや WWF のウォーター・リスク・フィルターなど異なる評価ツールから複数の指標を組み合わせて実施いたしました。ここで複数を組み合わせる理由は、これらの評価ツールはグローバルモデルを用いて設計されていることから、現地の実態と乖離する可能性を排除できないためです。複数の異なるツールの指標を組み合わせることで、本来は水リスクが高い場所をリスクが低いと判定して、対象から除外する可能性をできるだけ減らすことを意図しています。次にコントリビューション・トゥ・トータル・インパクト・オブ・ザ・カンパニーは、各拠点が水の利用を通じて環境に与える影響について、水使用量など定量的な指標を用いて評価を行います。SBT を設定する拠点の範囲は、これら自然状態とコントリビューション・トゥ・トータル・インパクト・オブ・ザ・カンパニーの2つの評価スコアをもとに、判断基準を設定して優先化を完了いたします。企業にとって取り組みの対象範囲の優先順位をつけるということは非常に重要ですが、今回のプロセスを通じて複数の指標に基づいて総合的な視点で優先化を行うことが非常に重要であると感じました。ありがとうございます。いろんな最新のツールを使われて科学的根拠に基づくということをやられてきたんだなと感じました。これからいよいよ目標設定の本番ステップ3とさらにステップ4、5というふうに続いていくわけですが、今後の予定であったりとか期待することということは何でしょうか。はい、今後パイロットスタディはステップ2で優先化した結果をもとに、原料の生産地箇所
工場の1箇所をですね、それぞれ選定して、各流域での水資源の状況について、科学的なアプローチで評価を行って、それぞれの流域特有の水課題を明らかにして、目標を設定していく予定でございます。サントリーではですね、日本において約20年前から、工場で取水する地下水の2倍以上の量の水を水源に灌漑することを目標に、地下水灌漑エリアの保全活動を行い、2019年に目標を達成しております。これまでの経験から、私たちはそれぞれの流域で水循環の状態を科学的に正しく把握することが、保全活動の計画を立案して遂行するために極めて重要であるということを知っております。水はローカルな資源であり、流域によって水循環の状況は大きく異なります。今回 SBTN のウォーターハブチームとともにステップ3以降のプロセスを経験するということは、サントリーの今後の水の取り組みにとって非常に大きな資産になるというふうに考えております。ありがとうございます。これまで、ステップ1から、5のことについていろいろお話を伺ってきたんですけれども、最後にですね、オーディエンスの方々からも質問を少し受け付けられる時間があるかと思いますので、オーディエンスの方々もしご質問がございましたら、ワールドウォーターウィークのサイトの方にあるチャットの画面の方で、ご質問投げかけていただければと思います。それでは私の方から少しお話をお伺いしたいと思うのですが、これまでサントリーさん、水の目標を掲げられてきていると思うんですけれども、それは、どのように設定してきたもので、またこのパイロットに参加されたことで、今後の目標設定の在り方や考え方に変化はあったんでしょうか。はい、私たちこの2050年の環境ビジョンはですね、我々の企業理念でありますミッションやビジョンに基づいて、将来のありたい姿として設定しています。私たちは人と自然と響き合うをミッションに掲げ、自然を尊敬するをグループウェイとする会社でございます。私たちの事業活動とバリューチェーンは自然界の水循環の一部であるという認識のもと、バリューチェーン全体を視野に入れて、自然界の健全な水循環に貢献する決意でもあります。今回のパイロットスタディに参加してですね、私たちはバリューチェーン全体を視野に入れた取り組みの重要性ということを改めて認識いたしました。SBT のメソドロジーを取り入れて、特にアップストリームであるサプライチェーンにおいて、2030年に向けた取り組みを具体化し、目標の達成に向けて加速してまいりたいと考えております。ありがとうございます。先ほどお話を伺った、パイロットのステップ1、2では目標設定に至るまだその準備段階にもかかわらず、かなり詳細に事業やそのバリューチェーンの特に上流におけるマテリアリティの評価、流域のリスク評価ということをやってこられたというふうにお伺いしました。この SBT ウォーターのプロセスで、リスク評価のアプローチの仕方に何か変化はあったのでしょうか。はい、当社はですね、水資源の状況は流域に応じて状況が異なりますので、実際にそれぞれの流域での取り組みを行う際は、現地での水文学的な調査は欠かせないというふうに考えております。しかしながらですね、流域の水循環を正しく理解するためには、雨季や乾季など、季節変動も考慮した観測データの収集が必要となります。そのため我々は一つの流域あたり少なくとも1年以上の調査期間とリソースを要しています。そのためグローバルモデルに基づく評価ツールによって流域の優先順位を決めるプロセスというのは当社にとって非常に重要なことと考えています。当社は従来優先順位を決めるリスク評価はワールドリサーチインスチュートのアキダクトツールの水の利用可能性指標であるベースラインウォーターストレスと2040ウォーターストレスを用いて行ってきました。しかし、評価ツールはですね、グローバルモデルを用いて設計されている以上、流域の実態と乖離する可能性をゼロにすることはできないということでですね、異なる複数の評価ツールを使用して総合的な水リスク評価を行うということが大切であるということを今回のメソドロジーを通じて学びました。
今回のパイロットスタディの結果に基づいてですね、2022年に正式なメソトロジーが発行されると聞いてますので、当社としても今回学んだプロセスをフレームワークに、ワークフレームにですね、取れる検討をしてまいりたいと考えております。ありがとうございます。アキダクトとかウォーターリスクフィルターはもういろんな企業さんが使ってらっしゃって、リスク評価に取り入れてらっしゃると思うんですけれども、まあ、この SBT for Water に取り組む上でも、まあ、いろんな考え方でそのリスク評価ツールを使わなければ、きちんと自分の事業に合わせて考えていかなきゃいけないということなんですね。ではその SBT for Water に取り組む上でこれまで課題として感じられたこと、またそのパイロットの過程でその課題に対してどのように対応できてきたなと感じられることっていうのはありますでしょうか。はい、SBTW のこのメソトロジーに入るためにはですね、自社の事業活動に関わるバリューチェーンの、まあ、拠点とですね、その拠点における水の利用の実態をある程度事前に把握しておく必要があるというふうに考えています。当社は自社工場についてはグローバルに水利用実態に関するデータを集約しております。しかしながらですね、サプライチェーンにおいては実際に原料農作物を生産している産地に至るまでサプライヤーの階層がいくつもございますので、最も深い階層にある産地の場所と水利用実態を把握するということは簡単ではございません。このステップ3以降のパイロットスタディでは、サプライヤーの皆様と直接つながってですね、サステナビリティに向けた課題認識を共有する取り組みというものも進めてまいりますので、まあ、そういった取り組みを今後広めていくための重要なヒントが得られると期待しております。まあ、そこで得られた知見というのを今後生かしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。自社だけではない部分の取り組みであったり、そこのリスクの把握についての重要性というのを非常に強調されていたかと思うんですけれども、これから SBT for Water に関心を持って取り組んでみたいなという企業様の他の企業の方々に何かアドバイスなどはございますでしょうか。はい、このセッションの聞かれているご参加されている皆様方は、水の取り組みについて特に科学的なアプローチに関心のある方々が多いというふうに思います。水の取り組みはこの難しさはですね、水がローカルな資源であり、水の循環の状況や課題がですね、流域によって大きく異なるという点にあるというふうに考えております。まあ、そのためどのようなアプローチを採用してリソースを投入すべきか悩まれる方が非常に多いのではないかと考えています。この SBTW のメソトロジーは、まあ、そういう課題に対してですね、一つの可能性を与えてくれると考えております。で、今後皆様方とどこかの流域でですね、一緒に取り組む機会がございましたら、どうぞ共同的な取り組みを一緒にサントリーと行われば嬉しいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。そうですね、水の取り組みとなりますと、もう流域での考慮をしなければいけないということで、バリューチェーンを超えていろんな方々と共同して解決していかなければいけない課題かと思います。この SBT for Water に取り組むことでいろんな視点を、新しい視点を、科学的な、視点を持ちながら、皆様と共有できるといいなと思っております。本日は短い時間でしたけれども、貴重なお話をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今日ご参加いただいた皆様、ぜひ来年初めに公開される SBT for Water のメソトロジー、ご覧いただき取り組んでいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。